15は胸を患って咳込むたびに血を吐いた。16父の夢壊し、ナンパの道を志す。17本を読むばかり、愛することも臆病で。18家での夢を見て、こっそり手紙書き続け。転がる石はどこへ行く？転がる石は坂任せ。どうせ転げて行くのなら、親の知らない遠い場所。怒りを持てば胸破れ、高ぶりさえも沈めつつ、はしゃいで生きる青春は俺にはないと思ってた。迷わんけれどこのままじゃ、苔にまみれた石になる。石なら石で思い切り転げてみると考えた。転がる石はどこへ行く？転がる石は坂任せ。転げて行くのなら、親の知らない遠い場所。転がる石はどこへ行く？転がる石は坂任せ。どうせ転げて行くのなら、親の知らない遠い場所。